はい、どうも節約大全の友達と近藤明です。金谷さん、どこ行っちゃったんだろうね。いや、昼明けきついではどうだろうね。いつも昼明けなんですけどね、撮影はね。今日も頑張っていきましょう。明さんがなかなか帰ってこないですね。いや、そうですね。まあ、しばらく、まあ、2人の動画が続きますけどね、はい、ここはちょっとご容赦いただいて。ツイッターだったかな、なんか先週のライブ、明さんがいなくてがっかりしましたみたいな。あ、そんなコメント入ってた。俺たち二人だけじゃ不満みたいですよ。ということですね、はい、今日は、外国人ジョッキーについて。外国人ジョッキー知らない外国人ジョッキー。わからないです。わからないですか。なんか今あのカタールでワールドカップやってるじゃないですか。はいはいはい、はいはい、それで昨日ね、ちょうど1次リーグ初戦、うん、ドイツに勝ったということでね。ジャパンが俺に台本くれないの俺渡してないですねそうか、共有してなかったちゃんとしてるじゃないですか。ちゃんとしてるんだけど、そういう時にかけて共有しないということで、もう外国人ジョッキースペシャル。朝ね、ロンドンに言われたんですよ、外国人ジョッキーについてやりませんかみたいな。聞きたいですって言ってた。そうそうそう、だけどないんだよ、あの結論みたいなのがさ俺は別にその外国人ジョッキー愛好家でもないからさ、そんなに詳しくもないんだけど、タイトルにもある通りふわっとした話になると思いますから、ぜひ、感想欄にですね、いろいろなご意見、皆さんの意見っていうのはね、どうかっていうのを聞かせてほしいなと。外国人ジョッキー乗るのは、カヤさんは OK、 自分の出資馬に外国人が乗るみたいな。僕、誰が乗っても OK。 誰が乗っても OK ですね。免許持ってれば OK。 免許持ってれば OK。 さすがに免許返上したモレイラとか乗ったらもう、いや、ちょっとそれ出れなくなっちゃうからね話はちょっとそれちまいましたけどね、はい、カタールですよ。カタールね、カタールね、見た、ワールドカップ、カタールを語るわけですそくだろね。これだけはちょっと言っておきたいんだけど、うん、カタールって言ったらやっぱ我々競馬ファンっていうのは馴染みが深いんですよ、うん、こちらの画像を見てください。あのオルフェーブル凱旋門賞の前のフォア賞かな、ゼッケンにさ、うん、カタールって書いてあるじゃん。あ、本当だ。そうで、凱旋門賞のゴール版とか、うん、カタール、こう、ここに書いてあるけど、ここはそうなんだけど、プリド・ラルク・ド・トリオンスっていうのが、カタール航空っていうのが、うん、スポンサーになってるわけですよ。 なるほど。なのでカタールカタールって、これ最初俺読めなかったもんね。なんなのこの9がつくやつ、クワーターみたいな。カタールだったんだっていうことを何年か前に気づきましてですね。なるほど、カタール航空ね、カタールカタールって、だから馴染みがあるんですよ、カタールには。ということでですね、うん、まあ本当そうなんです。凱旋門賞はじめ、はい、あの世界の、まあ、ドバイもそうだし、はい、カタール航空という、あの石油王とかがやってる会社なんじゃないの、カタール航空って。違う。なるほどね。だからね、すごい一大スポンサーですからね、うん、なので、まあ、カタールといえば競馬なんですよ。だからちょっと取り上げさせていただきました、はい、ということで、はい、海外ジョッキーの話なんだけど、まあ今ね、その、うん、まあ、よくよくそのロンドンの話を聞いてみたら、その今コロナ禍が終わっていく方向じゃないですか、はいはいはい、で外国人ジョッキーがその短期免許を取得して乗りに来るっていうのは、はい、まあ、馴染みが結構深かったんですけどね。だけどやっぱ2020年から止まっていたので、時は動き出すって言ってスタンドで止まってたの。そうですよ、スタープラチナザワールドですよ。ああ、世界が動き出したね。動き出したからまた来たわけね。今ちょうどいるじゃないですか、うん、ね、話題になってるね、クリスチャン・デム。まあ感動だろそこはまあ感動って散々言ったのに、今年は1月の初めにいたのよね、もうクリスチャンが、はい、まあ、去年ずっと年末乗ってて、そのまま年明けまでちょっと乗ってから帰っていった。はい、はい、で、4月30日から6月28日まで僕らのダミアン・レイキ。そうですね、ダミアンですね、ダミアン、オーストラリアからね、うん、来ていたりとか、はい、あと7月30日から8月28日で、はい、ホーっていう人がいたじゃん。ホーが乗るの、ホーっていうね、香港かな、へー、香港、そうそう、香港の、まあモレイラとかも香港の、あ、そうなんだ、ジョッキーでね、そう、モレイラといえばさ、その何、グローリーベイズとか、うん、なんかレシステンシアとか、あともう一つなんだっけ、なんかとりあえず今度の香港のシリーズで、うん、モレイラに依頼してますみたいなのがクラブの公式発表出てきたのよ。そしたらさ、今日急にモレイラがもう免許返上するっつって、乗りませんっていう。あ、乗らない。どうすんの機種は。本当に香港で免許を返上するってこと。あ、だからまあ香港に返上するってことはもうどこも返上、もう乗らないってことね。22から23シーズンの免許返上をしましたっていうニュースが流れて、うん、えぇ、ー、っていう。困ったね、まあ、心あるグローリーベイズなんかね、勝ってくれたわけですよ、モレイラ機種で、うんうん、香港バーズ。そうだね、そう、うん、それがお前困ったね。え、誰が乗るとか代わりの候補とかはまだ出てないの。出てないよね、そりゃ。だって昨日とかで発表されてたのが、なんかモレイラ機種にで調整してますみたいな。誰がいいかね
かな、まあ、ルメールさんとか乗ってくれればいいけどね。そうですね。そうで、まあまあまあその方がいたりとか、今11月29日ですけど今日撮ってるのが、はい、この現在では、まあ、その今クリスチャン・デムロ氏、はい、デムロ騎手、あとマーカンド騎手ね、さっき言ったマーカンイギリスのマーカンド騎手、あとその奥さんのドイル騎手、奥さんと旦那さんでワンツーだって夫婦って言えよ、夫婦でワンツーだとか話題だったね。あとはムーアね、ライアン、これはイギリスですね。で、あとまたあのレーンが、レーン騎手も来てて、今5人今来日してます。多い、ね、5人もいる。でさらに12月になるとここにイーガン騎手というね、それイーガン、マーカンとイーガンですね。そうそうね、名古屋弁コンビ、イギリス、どっちもイギリスだしね。で年末から年明けにかけてビー・ムルザバエフ騎手っていう人、もどもどしいな。これなんかカザフスタンの人らしくて、ドイツが拠点、ドイツの、いろんな国でみんなやってる。でこれちなみにどんな人が来れるか知ってます、はい、言っていいですか。日本で免許を発行された人。あ、そう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 だね、うん、結局紆余曲折、まあ、なんかなんだかんだあって最終的に日本で乗っていいよっていう、お前 OK ねって発行された人が来ていい、はいはい、どんな人に OK が出るのじゃ。どんな人、うん、ちゃんと機種してる人かな。さすがに僕が言ってもね、ざっくりしてるよね、ほんと言い方がね、はい。なんかね、2017年に改正されたんで、はいはい、ちょっと厳しくなったみたいなんだけど、うんうん、今はその所属する国とか地域とかの賞金リーディング、はいはい、まあ、リーディング5位以内の騎手、はい、ただし、ただしアイルランド、オーストラリアに限っては、うん、3位以内。何その差別、まあまあレベルの問題なんだろうね、その北米とかさ、まあ、つまりこう一流どころじゃないと来れないわけですよ。すごいよね。だからもう全部世界のリーディング5位以内の名手たちが集まってくるという、日本に出稼ぎに来るんですね。そう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 、まあ例外としてその JRA が指定している各国の G1 競争を通算2勝している。ああ、まぐれでも、まぐれでも2回、2回、まあ、2回はまぐれじゃ勝てないっていうこと。そう、1個じゃなくて2個勝ってる場合は、リーディングの順位は関係ないものとするというただし書きがあります。で対象がちゃんと発表されてて、はい、これです。これね、なんかな、報奨金があるって話したこと覚えてないですか。このレースを勝っている馬が、うん、例えば日本に来て、ジャパンカップを勝つと、うん、別でなんか2億円もらえるんですよね、とかいう、そういう、そういう結構報奨金が出されるレースっていうのがあるんですよ。ジャパンカップにこのレースを勝っている、はいはいはい、外国調教馬には300万ドルがもらえるとかっていうのね。日本調教馬だったら200万ドル。だからこれがシャフリヤールが今年該当するからみたいな、うんうんうん、今週ジャパンカップですけど、はい、それはシャパンカップじゃねえや、シャフリヤールだよ。だからそしたらこのね、うん、ダンクレッドステック、最初から分かんないけど。でこういうものは2勝、この中をさ、まだあんのこれ、この辺入んない、いいや、入んない。あ、エリザベス女王杯はこれを勝ってる優勝馬が来たら、これだけもらえるとか、いろいろあるんで、マイルチャンピオンズとか、はいはいはい、チャンピオンズカップとかね、はいはい、でこのレースのうち2勝しているジョッキーですよは、なるほど、 OK、 そういうのがあります、うん、覚えたね、みんな覚えたよ。ざーっとこういうことです。はい、覚えました。はい、いきます。まあそういうルールがあって、まあ、要するに世界の名手しか来れませんと、はい、5位以内までって話したじゃん、うん、現在ですとマーカンドさんと、うん、ドイルさんと、うん、ムーアさん、うん、もう3人来てんのよ、はい、イギリスの5位のうち、はい、3人が、うん、とんでもないでしょ、もうすごいね。日本の人太平洋だから、こういう、こうイギリスのリーディング上位3名がさ、5位以内の人3人と、なんだ、川田とか横山武史とかルメールとか、そのあたりがバンってもう一人増えたみたいな、なるほど、ね、増殖してるイメージですよ。イギリスってそんな儲かんないの。オフシーズンなんだよね、この秋からね。そう、そう、出稼ぎに来るわけですよ。なるほどね、はい、客の質が悪いなっつって帰ってくるんですね。そんなこと言ってんの。知らないです。なんか外国の映像を見ると、うん、客がちょっとエレガントじゃないですか。ああ、観客が。なるほどなるほど、うん、なんか大衆のギャンブルの技法とはちょっと違うのかなっていう、うん、なんかでも海外の騎手は結構その日本に来たらその歓声がすごいとか、そういうスポーツ観戦として見てくれてるっていう意識がすごい、だからその応援がすごいからいいとかって言いますけど ね、 そうですね、逆にね、うん、文化の違いはもちろんねあるでしょう。なんかありそうな気がすると。ただそのなんか例えばフランスのさ、凱旋門賞の時にそのドレスコードがあって、なんかスーツ着て帽子かぶった人じゃないとさ、入れないみたいな
あれは一部のなんかエリアだけらしいからね。そうか、別のエリアではちゃんと一般の観衆がいたりするのかな、うん、まあ、ちゃんとの定義かわからんけどね。ちゃんとした人なのか、ちゃんと一般の人なのか。高いんだって、ああいうやっぱそういうセレブ向けのエリア、ね、うん、っていうところがクローズアップされる部分はあるみたいだけどね。はい、まあ、短期勉強来日期といえばね、うん、僕らにとってはやっぱオリビエ・ペリエさんとかね、オー・ペリエね、そう、オー・ペリエ藤沢厩舎と馬に結構乗ってて、なんか有馬記念3連覇とかさ、おお、そんなやったりしてるの。そうそう、なんか竹とオリビエみたいなさ、うんうん、でまあまあ今ではそのね、日本の騎手としておなじみのデブルメの2人も、はいはい、ね、ミルクをクリストフ2人も、もともとは短期勉強で来日していた。そうだったのか、そうか、そこでついちゃったんだね。ついちゃったって言うなよ。ここ美味しいなっつってそれでもね、ルメールなんかも年間の勝利記録まで更新しちゃってさ。そうだよね、はいはいはい、勝てないと叩かれちゃうもんね。そう、ちょっとだけでも。そうですよ。あとはね、フランキーって呼ばれてるデッドリキシュ、その、はいはい、なんか馬からビャーンってこうジャンプしてパフォーマンスが有名なね、カタトキ言うんですけど、そのデッドオリが乗ると、まあ、5馬身は違うと、他の騎手に比べて、みたいなさ、その車内ファームの吉田照也さんがテレビで話したっていう逸話があるぐらいね、うん、テレビで話したんだから逸話とかじゃないよね、もうね、本当に言ったらどっかね、逸話がね、はい、有名そうで、まあ、外国人騎手信奉者というのは多いわけですよ、うん、だから皆さんはそこどう思うかなっていう問題提起をしてね、はい、今日は終わろうかなと。僕の思いとしてはですね、はいはい、まあ、日本に居ついちゃった騎手ってデムーロとルメールがいるじゃないですか。はい、きっと短期で圧倒的な結果を残して美味しい思いをしたんだと思うんですよね、うんうん、その自分たちがやってたところよりは。でね、ルメール騎手といえばね、あの有名なレースあるじゃないですか、まだ若い頃のルメールがさ、うん、やったね、有名有馬記念で有名なレースあるじゃないですか、ディープインパクト負かした。そう、ハーツクライでね、ハーツクライで負かしたのは、うん、そうルメールだったりとかさ。なるほどね、そういうところでちゃんと実績を積み上げた2人が今日本でいて、でその外国人が 2人が乗るとちょっと嬉しいとかあったりするじゃないですか。そうだから、デムーロもさ、あのエイシンフラッシュでね、天皇賞、秋の天皇賞勝った時に天覧競馬でさ、うん、あの有名なやつあるじゃないですか、馬から降りて帽子を取ってこう、お辞儀したやつね。そう、俺でも見たことあるわ。そう、あれ本当やっちゃいけないのよ。あ、そうなの。そう、降りちゃダメなの馬から騎手は。そうなの。そう、じゃあもう1位降格したよ本来ルールじゃダメなんだけど、やっぱその理由がね、天皇陛下に挨拶をするためだっていうところで、うん、まあまあ素敵な話ですね。そうそうそう、あれはね、うん、なんか感動の逸話として語られるわけですけど、あとはそのデムーロはあのネオユニバースというまでね、ラブ話よね、はい、そう、まあネオユニバースですよあれで、ね、ダービーと、うん、あ、サツキ賞ダービーをね、はい、勝った。あれ確かネオユニバースで皐月賞勝った時に、あの田中カッチーの頭をバーン殴ったんじゃなかった。あ、それそれで、その皐月賞ダービーを勝って、うん、で本来もうそこで3ヶ月間の期間を使い切ったんですよ、はい、短期免許の、はい、だけどその菊花賞に乗せたいと、はい、ミルクを乗せて3冠にチャレンジしたいっていう、うん、そういうもうこう世論がね、世論というか、まあ、陣営の希望というか、いろいろ、まあ、本人も乗りたいみたいなことを言ったから、そのルールがね変わったんだよね。ミルクルールがその G1 2勝以上してて、うん、で、まあ、その対象のレースが乗るレースが G1 で、うん、でその1日だけだったらいいよみたいな、まさにその3冠に挑戦させるためのルールっていうのが決まって、でそれで急遽乗りに来ることができたんですよ。なかなか柔軟でいいですね。結果は3着でしたけどね、うん、その、まあ、それはね、その時はね、そうやって実績を残して、そういうストーリーもある人たちは、そう、日本にこうと居ついてくれてね、居ついてくれるって言い方悪いんだけどなんていうの、日本に定着してくれる、まあ、移住してくれる。そうね、もう一人いるんだよ、その特例をもらった人。特例をもらったやつがもう一人いる。そうそうそう、いやつって言うな、口悪いな、もう知ってる。最近その2019年にその特例で結構有名な騎手、有名な騎手ですよ、ダミアン・レーン。そう、レーンがサリオス。サリオスじゃねえよ、サリオス2勝してねえよ、 G1勝ったのムーアだし、あれ2017年だし、か2020年だし。最近2冠コントレール。いや、コントレールは雄一福永。そうだ多分あのコントレールがあったから、もうなんかもう騎手はもういいやってなったんだよ、あれ。コントレールをもうあのね、三冠馬で、うん、え、誰。いや、レーンです。あっての、馬があるじゃない。そうそうそう、あれリスグラシューで、ああ、うん、ね、あの宝塚と、そういうことがクラシックに限らず、
そうそうそう、 G1 を、 G1 2勝だっけ、1勝、2勝だったと思うんだけど、期間中に2勝して、うん、あと1日どっかで G1 乗ってもいいよルールか。そうそうそう、なるほどね。で、有馬記念に乗って勝ったと。宝塚もそうだし、オーストラリアでね勝ったもんね、あのリスクラッシュレーンなので。そうなんだ。オーストラリアでも、オーストラリアのさ、あの一番大きいですね、あの名前が出てこないよ、川上さんに怒られるよそんなことしたで、それで最後の有馬記念。なるほど。っていう、だからその2例しかないんです。そうかそうか、でもなかなか達成できないもんね、その期間中に G1 2勝なんてなかなかハードル高いし。そうです、うん、はい、今日のこの話もそんなに長くなるはずもなかったんだけども、26分話してたらもうほら、はしょろう、あとは本当はさ、ちょっと外国人ジョッキーのリーディングとかを見ようとか言って言ってたんだけど、グラフ書いてあるじゃん、リーディング見るって、はいはい、見ないもう。で、短期勉強3ヶ月ですよ、3ヶ月ジョッキーが来るの分かった、その初心者の初心者の人に今日やってるからね、金橋さんとかもう知ってる人じゃもういいんですよ、こんな動画見なくて。300再生もありゃいいんですよ、これは。いやだ、3000なんとか。はい、まあまあ、やっぱメリット、デメリットあって、うん、どんなメリットがありますか、考えられますか。やっぱり、うんうん、レベルが引き上がるっていうのはあるんじゃないですかね、うんうん、そうですね。川田さんとか、福永さんとか、一流のジョッキーが日本でいるんだけど、そこにこう、より強いであろう人たちがこうぶつけられるわけでしょ。普通のレースでも、すごい騎手のレベルが上がるみたいなのが、その期間では起こる。かな、あると思います。はい、あのそうやって有志の若手とかが、その例えばじゃデッドオリとかってすごい世界のレジェンドみたいな人だから、そういう人が乗るところを見れるとか、うん、あとはさ、横山武史君はさ、ライアン・ムーアを尊敬してて、あ、そうなんだ、うん、で、そうじゃない、お父さんじゃないのかな、お父さんはお父さん、照れくさいで、お父さんは。なるほどね。ああいうそのヨーロピアンスタイルの乗り方を、何がヨーロピアンなのか俺ら見ててもさっぱり分かんないけど、そので乗るのがとか、何がヨーロッパンスタイル。でもあれじゃない、俺は野球とかちっちゃい頃から見てるじゃん、うんうん、日本人のフォームと外人のフォームって明確に違うよね、まあまあ、スタンダードがね、まあ、そういうことなんだね。馬乗り目線で言うと、なんかそういうのがあるのかもしれないですね。岩田ダディの ああいうトントン乗りみたいなのが分かるよね、はい、トントン乗りケツのこうギッコンバッコンしてるじゃん。ギッコンバッコンするやつね。ギッコンバッコンするやつはさ、俺は初めてあの乗り方見るときちょっと笑っちゃった。本当だよね。あんなさ、なんかもうこれあんなになっちゃってさ。今じゃなんか見ても普通だけどさ。ああ、そうだ。結構いるしね、他にもね、うんうん。まあまあまあ、そうそう、はい。そういうのがやっぱあって、それは確かにありますね。そう、はい、ね、日本人騎手の刺激になって、はい、レベル向上につながるとか、レースレベルが上がる。まあまあ、そのね、それぞれの国にリーディングを張ってる人たちの手綱さばきが、僕らにしてみてもそれをね、うん、ヨーロピアンスタイルも間近で見れるわけですからね。やっぱレッドリすげえなとかってなるわけですね。勝ったらそうなるね。そう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 、ね、イーグルカフェだったから、ジャパンカップダートというレースがあった時に、はい、イーグルカフェという馬、デッドオリが乗って突然その人気薄で勝ったのよ。おお、注目されてた馬でもない。だって20倍もついてるからね、単勝が。そうだよね、5番人気で20倍つったら結構割れたんだろうね。逸話があったりとかね。はいはい、逸話って言いたいだけのやつですけど実はですけどあとはですね、やっぱり一口馬主の目線で見たら、その自分の出資馬にそういう海外の一流の騎手が乗ってくれるっていうね。いや、そんだけでテンション上がるって言ってやる言ってチラッと見たら海外やったんだよ。うまいなぁ、いやさ、いつもそれ言うけどさ、だってどうせ見たんでしょって言われるじゃん。どうせ見たでしょ、はい、ってさまあだから勝負かけてきたなと、はい、ルメールで、なんか新馬戦にルメールが乗ってデビューするのが、うん、目標ですみたいなさ、そういう馬に出資するのが目標ですって言ってる人もいるんだからさ。そうですね。そう、ただただデメリット、デメリットあると思っておりまして、はい、これ表裏一体ですよねおお、結局、はい、レースレベルは確かに上がるかもしれないけど、うんうんうん、中堅レベルの騎手の人たちが、うん、乗り鞍を失ったり、はいはいはい、若手とか出番が回ってこないとか。そうね、ベテランばっかり重宝するタイガースの若手は育たないと。おお、もうまあこれですね、大手馬を強奪されて、うん、若手が腐る、ね、っていうのはあるのかなとは思いますけどね、はい、また3ヶ月飯食えねえよって言ってる人はいそうだな。そうそうそう、それはまあやっぱいるんですよ、やっぱ間違いなく、うん、あとはですね、そのやっぱ騎手もバッて来てそこで結果を出さないといけないんで、はい、やっぱその場限りで結果を出しに行く騎乗みたいなのをされて、うんうん、そのいろいろ教えてきてることっていうのがあるわけじゃん、その馬に対して。なるほど、なるほど。長期の目線で、うん、例えばそのもっと折り合いをちゃんとつけれるように馬組で我慢させるような競馬をずっと教えてきて、ようやくなんか良くなってきたなっていうところで、突然外国人がバンって乗って、うん、馬が壊れるとか、今までの教育が台無しにされると、急にそこでバンってまたガーッていかれて、そういう気象がね、一発勝負、
そうされちゃうってことね、うん、そういう話も聞きますしね。いくらうまいとはいえ、うん、その話の延長だけど、うまいとはいえ天乗りなわけですよ、はい、その馬の癖とかもやっぱ把握してないのに、うん、突然乗られて、うん、やっぱりそれで逆効果だったりとかね、ボルフェーブが2着になっちゃったりとかね。それね、凱旋門賞書いてあるここに。これね俺小林さんの台本が読めてきたな最近な。書いてある、そう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 です、まさにまさにだよね、あれはね。というのがデメリットかなっていうところは、まあそれはちょっと言っておきたいかなと。どっちがいいんだろうねっていうのはあると思うよ。その自分の出身馬にしても突然さ、ずっとこう同じ騎手が乗ってずっとね、そうやってやってくれてたのに、いきなりなんか来てるからって乗り換わるとかさ、やっぱそのノーザンファームとか社大ファームが、身元引き受け人みたいな感じになってるケースが多くて、はい、ノーザンファームを呼んでくるとか社大ファームを呼んでくるって言って、で調教師にムーアだったら堀先生みたいな、うん、でレーンだったら国枝先生とか、はい、今回は手塚先生だったかな、うん、レーンはとか、なんかそんな感じでその身元引き受け調教師、あとその馬主、どっちもなんかセットである程度確保はされて来日されるわけですよね。そう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 、乗せないといけないんだろうけど、うん、だからシルクとかサンデーとかがね、その馬主のあれに責任馬主みたいになっている人もいたからね。マーカンドはシルクだったんじゃないかな。おお、そうなんですね、うん、そうそうそう、まあまあそういうのがあったりするので、うん、その辺どう、皆さんはねどういうふうに思いますかね。そこは僕はメリットデメリット両方考えても短期だから別にいいんじゃないと。そういうレベルの高いものが短期でも見れたりとか、でも他の機関っていうのはいないわけだから、うん、デメリットもそこまでギャギャ言うほどのもんでもないのかなって思っちゃいますけど、ただ馬の癖を変えられたりとかね、そういうのはちょっと問題になるかもしれないなと思いました。聞いてて真面目だないいんだよ真面目で、全然真面目な話をしてくれて結構ですよおかしいな俺、台本があるとね、なんか暴れられないんですよ、うん、この人。奇遇なことに僕こういうツイートをしておりまして、はい、社大グループ式の大一番で短期外国人に乗り換わりっていうケースがね、はい、その今まで重賞だったら、例えば日本でも一流どころが池添さんとか福永さんとかもそうだけどさ、うん、乗ってて突然外国人にスイッチみたいなことって、はい、G1 であるわけじゃん。今もクリスチャン・デムーロに変わるとか、はい、ムーアに変わる、うん、ね、その松山君からサリオスも松山君が乗ってたけどムーアに変わるとか、うん、普通にあるんだけど、そういう乗り換わりって非常采配。池添さんがね、オルフェーブルの時は、ね、フランスまで乗りたいって言って、待ってたけど、依頼されずに、結局、なんかスミオンが乗ってみたいな、うん、あったわけじゃん。非常だね。そう、ノーザンファーム、非常だなというふうに言われていたんだけど、うん、そういう非常采配だと見せかけて、まあ、実はさ、いつでも日本人に戻せるわけだから、そうやって金田さんも言ったけど、うん、帰ったら別にまた、ね。そうね。いなきゃお前乗れよみたいな話になるから、うん、実はそういうね、いつでも戻せるってい こうドライな関係性作りという意味ではもう逆に温情采配なんじゃないかっていう、ね、思ったのがやっぱジャックドールの乗り換わりだよね。あれ香港は武豊騎手が乗るっていう発表をされたんだけど、はいはい、それなんか香港だけ例えばじゃあまあまあいないけどモレーラに、ね、香港のマジックマンモレーラに乗せますみたいな感じだったら、はい、もう戻ってきたらまた藤岡に戻るよねって話だけど、はいはいはい、香港に武豊が乗りに行きますってなったらもうこれはもう武豊のものでしょう。まあそうだね、そうでしょ、帰ってきても武さん、ね、そうそうそうって考えたらさ、うん、そっちの方が非常だなと思って、もうお前いらないって言われてるみたいなもんじゃん日本人日本人っていうのは元さんはもうないだろうなと思って、よっぽどそんな不調になって武さんがもう乗りたくないって言わない限りは、基本的には北さんブラックともそうだったけどさ、奥さんが外人と浮気してても戻ってきそうだもんね例え方そういうことですね、はい、そうそうそうっていうのはちょっと思いましたね。ここは大事なとこだけ乗せてもらえない日本人ね、そういうことそれは辛いなだから調教専門の人みたいなもんだよね要するに。で大一番はじゃあムーアに乗ってもらうから、それも非常だなまあどっちにも取れるよねそうそう、どっちだな、うん、でもなんかもうずっともうお前はもうない、お前はもうダメだって言われるのと一緒だから。いやそうね、川田さんに乗り換わられたらもう帰ってこねえだろうなって思いますもんね。そう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 、今まで乗ってきたの、俺が買ってきたのとかありますもんね。ね、それで乗り換わる方もさ、いやこんな馬乗せていただけるなんて光栄です、ありがとうございますとか言って言われちゃったらもう手放す気ないでしょそれみたいなさ。だからやっぱりノーザンファームとかっていうのはそういうなんか文化みたいなこう根こそぎもなんかこう変えに行ってるなっていうね、ここ最近俺は思ってるわけですけど、競馬界の常識みたいなのを買いに行ってる感がすごく、なんかシステムを作ってる感じしますね、うん、こううまく回せるようにみたいな。でもどんどんねその
言うこと聞かない調教師とかはどんどんこう引退していくわけだから、ジョッキーは同じじゃないといかんというじじいをさ、もうどんどんいなくなる、70歳定年だからさ、どんどん「じじい」っつって「はいはい」って言ってきゃさ、そのうちいなくなっちゃうわけだから、まあ渡さなきゃいいしね、うん、そうそう、じゃあ結構ですって言って「すいません」ってなる、すごい力こそパワー、金こそ全て、そんな節約対策でした。はい、いいねとチャンネル登録お願いします。ぜひご意見をお寄せいただければと思います。はい、さよなら。ロンドンも納得したかな、これで。これでよかったのかな。